首肩冷え症ということで、はい、首肩はいつぐらいから気になる感じですか？結構普段から、はい、アロマオイルにとてもこだわっているサロン様ということで、本当にあのオイルの肌なじみがよくって、ベタつかなくて、で香りも主張しすぎない、すごい柔らかいいい香りで、もうその時点でこう内面からリラックスできたなっていう感じですね。本日はご来店ありがとうございます。本日担当させていただきます三浦と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめにカウンセリングを行っていきますので、はい、お手数なんですけれども、こちらのカウンセリングシートと、あと2枚目が注意事項、面接事項を記載されておりますので、最後お読みになってサインをお願いいたします。はい、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。頂戴いたします。で本日お体の状態なんですけれども、気になるところが首肩冷え症ということで、はい、首肩はいつぐらいから気になる感じですか？結構普段からガチガチに凝りやすくて、はい、あ、そうなんですね、はいはい、長い時間スマホ見たりするので、はい、目の疲れとか、あと首からこう肩背中にかけてちょっと、うん、なんか重い感じが、はい、あ、そうなんですね、辛いですよね。そうですね、はい、そしたら今日しっかり首肩重点的にしっかりほぐしていきますね、はい、はい、で冷え性はあの全身冷えますか？はい、そうですね、末端が特に、うん、末端が、はいはい、すぐにこう冷たくなっちゃう時がありますね。そうなんですね、はい、冷房とかで結構冷えたりしますよね、うん、そうですね、温度差で結構やられてしまう感じ、うん、そしたら全身しっかり血行を良くして、うん、あの体を温められるように、はい、やっていきますので、はい、お体全体的にほぐしていきますので、はい、こちらのショーツとガウンにお着替え、はい、よろしくお願いいたします。はい、足元失礼いたします。はい、ゆっくりおいでください。はい、温度は暑すぎませんか？大丈夫ですか？あ、よかったです。本日使用していくオイルを選んでいただきたいんですけれども、当店メインで使用してますオイルがこちらの漢方エキスと精油がブレンドされているオイルで、あのこちらのオイルですと、あの理科様のお悩みだったりとか体質に合わせたものを使用していきます。で香りがあのこちらですとウッディだの木や土の香りがメインのものが多いので、もしフローラルの香りがお好みでしたらこちらのキャリアオイルにフローラルの香りのアロマをブレンドして使用することもできるんですけれども、どちらの方がよろしいですか？じゃあウッディの香りで。かしこまりました。そうしましたらこちらのオイルが簡単なチェックシートがございまして、こちら あの当てはまるところにチェックつけていただいて、チェックが一番多いところ あのこちらに記載されているオイルを使用していきますので、うん、ちょっとやってみてください。はい、わかりました。はい、はい、結構当てはまるところがありそうですね。結構しっかり分かれる。あ、本当ですか。こんな感じになりま
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしたら一番多いのが、あ、木のオイルになりますね。あ、こちら精油がグレープフルーツとベルガモットが入っているので、少し柑橘系の香りがするオイルになっております。はい、はい、そしたら本日はこちらのオイル使用していきますので、はい、よろしくお願いいたします。左足から失礼します。こちら乗せていただいて大丈夫です。足元しっかり温まりましたね、はい、よかったです。はい、ありがとうございます。反対足もこちらに乗せていただきます。はい、ありがとうございます。しましたら、ガウンも脱いでいただいて、こちらにかけていただきまして、ショーツ1枚の状態で、うつ伏せからマッサージを行っていきますので、うつ伏せに似た状態でお待ちください。上からこちらかけていただいて大丈夫なので、はい、よろしくお願いいたします。失礼いたします。それでは始めていきます。失礼いたします。少しほぐしていきますね。背中やっぱり結構張ってますね。結構同じ姿勢でいることが多いですか？そうですね。あと移動時間とか、ああそうですね。ずっと乗りっぱなしとか。あ、そうだったんですね。移動電車1時間以上とかですか？あ、そういうのもよくありますね。あ、そうなんですね。電車、満員電車とか辛くないですか？そうですよね。夏だと結構匂いとかも結構あったりとかするので、電車は立ってる子、立ってるのと座ってるのどっちの方が多いんですか？そうですね、やっぱり座ってる方が多いのかな。あ、本当ですか？座れますか？あ、うん、あ、そうなんですね。場所によっては、すごい混む線とかだと、はい、そうですよね。ああ、そうですよね。立ちっぱなしで今度も足がガチガチに。そうですよね。どっちも辛いですよね。座ってても腰とか痛、お尻が痛くなりますもんね。そうですね、上半身の方が下半身に比べると全然張りがありますね、筋肉。はい、そしたらお背中からオイルトリートメント始めていきますので、失礼いたします。少しショーツを下ろしていきます。オイル塗っていきます。失礼いたします。少し圧入れていきます。失礼いたします。
今くらいの圧いかがですか？うん、いいですね。ありがとうございます。あ、本当ですか、うん、やっぱりベルガモットとグレープフルーツの精油が入っているので、うん、少し柑橘っぽい匂いもしますよね。あ、よかったです。そうですね、うん、結構あのフローラルだったりとか柑橘系だったりとか、あとウッディな感じとかのアロマも結構種類豊富に揃えてます、うん、はい、そうですね、はい、やっぱ電車の中ではずっとスマホを見てる感じですか？うん、スマホ見ちゃいますね。そうですね、どうしてもスマホ見ると下向くから結構首肩に負担がかかってしまいますよね、うん、そうなんです。あ、そうなんですね。すっごい首が、はい、そうですよね。なんか寝違えた感じになりますよね、うん、そうですね、結構ガチガチですね。頭痛とかはしないですか？うん、頭痛とかはないんですよね。あ、特にないですか、うん、これだけ凝ってる凝ってると結構大変そうですね、うん、うん、もう背中全体的に結構張りがある感じですね、うん、はい、上カバンとか長い時間持ったりするので。あ、そうなんですね。影響ありますね。そうですね、ありますね、うん、腕とかも疲れますよね、うん、you
こら辺すごいですね。初めてだとどういうコースがおすすめですか？あ、初めての方ですとオイルトリートメントがおすすめですね。今受けている。そうですね、うん、当店のオイルトリートメントが強すぎず弱すぎないお客様に合わせた心地いい圧で、うん、しっかり筋肉にアプローチしてほぐしていくので、うん、初めての方にもおすすめになってます、うん、はい、癒されますね。でもなんかあまりオイルとか受けたことがない方ってなんかオイルって痛いんじゃないかみたいなのとか結構言う方が多いので、そうです、はい、強圧リンパとかをイメージしてるのかもしれないんですけど、うん、はい、オイルトリートメント結構受けますか？あ、そうですね、結構受けてますね、はい、あ、そうなんですね、やっぱりリラックスできるんで。そうですよね、うん、なんかあんまりこうベタベタしない感じのオイルですよね。そうですね、肌立ちがすごい良くて、うん、拭き取らなくても全然大丈夫なオイルなんで、普段何か運動とかされてるんですか？そうですね、なるべく前で、はい、あのストレッチを心がけていて、すごい、こうダンベル持って筋トレとかはちょっと続かないので、あ、そうですよね、ストレッチをメインになるべく体を動かすようにはしてるんですけど、あ、すごい、うん、入浴とかもしっかりし、あ、でも夏は中にはあんまり入らないですね、はい、あ、そうですよね。夏場はだいぶ冷えとか広い場合は、はい、夏でも入った方がいいんでしょうけど、そうですね、どうしてもパパッと終わらせちゃう。暑いとなんか湯船に浸かる気にならないですよね。うん、ランニングとかは特にしてないですか？はしないですね。なんかお体すごい引き締まってるというか綺麗なので、なんか運動とかされてるのかなって思って。してないですね、それ以外。そうなんですね。背中しちゃいたい、続いて足元を行っていきますね、失礼いたします。足元を塗っていきます。足すごいスベスベですね、すごい、そんな
し圧を入れていきます、うん、今ぐらいの圧いかがですか、うん、ありがとうございます。あ、でも結構強まみが好きな方多いですね、はい、女性の方が強もっと強くとかって、はい、男性は、うん、まあ、でも男性も結構ガチガチな方は多分感じにくいので結構力強くっていう方も結構いらっしゃるんですけど、ここ膝の裏痛くないですか？大丈夫ですか？ここが結構むくんだりとかするとぷくってちょっと。ここに大きいリンパ節があるので、むくんだ時にここほぐすと結構リンパの流れが良くなって、はい、はい、もんだりするとすっごい痛い時があるんですけど、そうですよね、そうですね、結構足疲れてたりするとむくむので、はい、静かっていきます。今圧いかがですか？大丈夫そうですか？はい。もう少し強くても大丈夫そうですか？はい。ああ、
とうございます。また足をこなっていきます。ヘル塗っていきます。失礼いたします。そうですね、少しむくんでますかね、うん、でもすごいまっすぐで綺麗な足ですね、うん、すごい綺麗。何か昔はスポーツとかされてたんですか？そうなんですね。はい。そうですね。筋肉もついてたりとか、なんかふくらはぎが結構筋肉ついてたりとかしますね。はい。
足つぼとか受けたことありますか？はい。はい。ああ、そうなんですね。結構冷えが気になるっていうことだったので、足って結構内臓の反射区っていう言われてるツボが多いので、結構刺激すると内臓が温かくなったり、内臓の働きが良くなって冷えの改善にもつながるので、足ツボ結構おすすめです。はい。はい。なんか足つぼをやった後便通が良くなったりとか、トイレの回数がちょっと増えたりとかして、老廃物が結構流されるので、そうですね、自分でも結構足裏はマッサージできるので、やってみると結構いいかもしれないです。はい。はい。あ、でもそうですね、ありますね。足の裏刺激するだけでも結構違いますね。はい。なんかお家とかだとゴルフボールとかを足裏でコロコロするだけでも全然違うので、結構足の疲れとかも取れたりします。背面こちら手順になります。続いて表向きを行っていきますので、仰向けにお願いいたします。失礼いたします。そうと少し外側に、オイル塗っていきます。ここら辺でどうですか？なんかちょっと、ちょっと響く感じありますか？強さもう少し弱い方がいいですか？大丈夫ですか？結構、ヒールとか履かれますか？あまり履かないですか？立ってたりすると、すねの、そうですね、ここが結構張りやすいので。ちょっとある。あ、本当ですか、前の方が張ってますね。
太ももも、はい、外側が結構体の癖とかそうですね。でも姿勢とか全然いいですよね。左側の背中の方が痛いって言ってましたもんね。ほぐれていく感じが、はい、感じます。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。反対側の足を行っていきます。緩めていきます。そうですね。柑橘系はやっぱり人気ですね。はい。夏場とかやっぱり結構さっぱりするので、そうですよね。リラックス効果があるものが多いので柑橘系、はい。あと血行促進とかも結構、はい、作用があったりするので。はい、そうですね。でなんかよく眠れたりとかもしますよね、落ち着いて、はい、柑橘系だとどんな香りがお好きなんですか？あ、あ、さっぱり系ですね。私も好きですね。レモングラスとか、はい、入れて炊いてます。あ、そうなんですね。もう香りの効果ってすごいですよね。本当落ち着くし、リラックスするし、うん、今なんか無印とかでも売ってますよね。うん、
出ますよね。はい、そうですよね。はい、めっちゃ出てますね。なんかお休みブレンドみたいな、なんかすごい眠りが深くなるアロマみたいな、すごい人気な、はい。あ、そうなんですか。寝つき、あ、そうなんですね。眠りは深い方ですか、浅いですか。ちょっとした音でもすぐパッと目が覚めて。あ、そうなんですね。そこから眠れなくなって、あ、結構辛いですよね。もうなんか寝たら一回も起きないで朝まで寝てたいですよね。なんか目覚ましの音鳴っても起きない方とかってすごいですよね。爆睡。足元閉じていただいて大丈夫です。ありがとうございます。で、胸元を行っていきますので、手を下ろした状態でも大丈夫ですか？はい。あ、それで大丈夫です。はい、になっていきます。失礼します。こちらのサロンのこだわりとかあるんですか？はい、あ、はい。こだわりが、お客様一人一人のお体の状態に合わせて、うん、オーダーメイドでメニューを組むことができるというところで、うん、でカウンセリングして、あのお客様のお体の状態に合わせて足のリフレクソロジーだったりとか、うん、腸もみマッサージとかをメニューに取り組むことができる。はい、そうなんですね。はい、うん、一人一人違いますもんね。そうですね、お悩み結構違う、うん、お体の状態も結構違うので、うん、ただオイルマッサージをするだけじゃなくて、うん、お悩みに合わせていろんなメニューを組むことができます。あ、はい、なるほど。
ちらでマッサージ以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。結構肩と首がおっしゃる通りでやっぱり結構凝ってたので、うん、あのご自宅でストレッチされてるっていうことだったので引き続きやっていただいて、こう、あのこういう肩回しとかしていただくとだいぶここが、はい、筋肉が緩んでくるので、はい、ちょっとやってみてください。はい、はいはい、ありがとうございました。アロマオイルにとてもこだわっているサロン様ということで、本当にあのオイルの肌なじみがよくって、こうベタつかなくて、で香りも主張しすぎないすごい柔らかいいい香りで、もうその時点でこう内面からリラックスできたなっていう感じですね。で施術が特に太ももの部分を肘でグーッとこう押していただく施術があったんですけど、それがあまり他のサロンさんでは受けたことがない施術で、内側からこうしっかりコリをほぐされてるなって感じがして、すっごく気持ちよかったです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと暑いので、そうですね、お帰りください。ありがとうございました。